伊勢神宮へ向かう車を県営サン・アリーナ周辺の臨時駐車場へ誘導しシャトルバスで下空周辺や内空周辺へ送迎するパークバスライド今年の大型連休期間中は今月28日と5月3日から5日までの期間に実施されますシャトルバスの運賃は無料ですが駐車整理料として 1> 1台1000円が必要ですこのほかに伊勢神宮周辺では道路の渋滞対策として伊勢自動車道の伊勢西インターの下り出口が今月28日と29日、そして来月3日から5日までの5日間、午前8時45分から午後3時半まで閉鎖されるほか伊勢インターの下り出口でも今月28日と 来月3日から5日までの4日間、一般の車両の通行が規制されます。伊勢市交通政策課では、大型連休期間中、伊勢神宮周辺は大変な混雑が予想されるため、公共交通機関を使って訪れてほしいと呼びかけています。詳しくは、ラクラク伊勢モーデのホームページ、またはネクスコ中日本の 公式ウェブサイトをご覧ください。